どうもこんにちは、モンブランです。今回はね、新しいカメラを買いました。ソニー DSC-RX100M2 ですね。こちらのデジカメを買いました。これまではね、こっちのソニーのね、DSC-WX350 っていうね、コンパクトデジカメを使っていました。このね、デジカメは結構便利で、これわかるかな、 Wi-Fi マークがついてますね。 Wi-Fi でスマホにね、すぐ写真を飛ばせるんですね。で、一時期ですね、 SNS に凝ってたんですよ。まあ、SNS、今あの Instagram、Twitter などありますけれど、まあ美しいね、写真を載せたいなと思って、その時に、あ、やっぱスマホのカメラじゃダメだなってことで、この Wi-Fi ですぐスマホに飛ばせるっていうことで、このソニーのデジカメを買ったんですね。その後 YouTube を始めて、YouTube の動画はこれで撮っていました。このデジカメの優れているところはですね、 1080p60fps の動画が撮れるんですよ。で、かつね、確か買った時2万5000円ぐらいで買って、結構ねお手頃価格だったんで買いました。もしね、YouTube とか動画やりたいって人、これ入門機に非常におすすめです。で、優れてるのがですね、20倍って書いてありますけども、光学20倍なんですよね。だすごくね、これレンズ出してみますけど、ズームが効くんですね。こういう風に伸びてくるんです。だ遠くまで撮れる。非常にね、高倍率のモデルで、使いやすいです。ただね、液晶はね、固定なんですよ。それに対してね、今回買ったね、この RX-M2 はですね、光学倍率は 3.5 倍と非常に倍率が低いですけども、特徴として挙げられるのは、1型 CMOS っていう大型のね、CMOS センサーを積んでて、画像が綺麗に撮れるっていうのと、F 値っていう、その、レンズの明るさを示す値がですね、1.8 っていうことで、かなり明るく綺麗に鮮やかにね、写真や動画が撮れるんですね。で、こっちが F 値がね、3.5 で、こちら 1.8 なのでね、だいたい数値が半分になってるので、倍ぐらい明るく撮れるっていうような感じですね。実際まあ撮ってみるとね、動画もかなり明るく撮れるんで、最近私が上げてる動画ね、これで撮ってますけども、画像が結構明るいと思います。また、チルト液晶って言って、こういう風に液晶角度変えられるんで、こう、狭いとこ下から撮ってね、こういう風に、ね、例えば、ここら辺に被写体があってですよ。こういう風に上からこう、覗いてみるみたいな使い方ですね。こういう使い方するとき非常に便利ですね。その代わり倍率が低いんですね。高倍率で撮れないんですけども、なぜこれを買ったかなんですけれども、こちらで撮った写真とこちらで撮った写真の比較を出します。はい、 WX350 と RX100 のね、写真の違いですね、比較をしています。パッと見てわかると思うんですけど、 RX100 の方はね、背景のザクがね、こうぼやけて写っています。 WX350 の方はね、全体的に何かピントが合っててね、まあ向こうのザクもちゃんと見える感じですよね。ちょっとカメラに詳しくないので、なんでこういう撮り方ができるのかわかんないんですけども、 RX100 はこういう風に背景をぼやかして、手前のものにだけね、焦点を当ててね、こうフォーカスを調節することができるんですよ。で、これがね、一眼レフしかできないのかなと思ってたら、これが RX100 でできるんですね。こういう風にね、ちょっと周りをぼかして中心にこうフォーカスの寄った写真が撮りたかったので RX100 を買いました。まあ比較してみるとね、一目瞭然で、通常のコンパクトデジカメではそういう調整がなかなかねできないって感じですね。どうでしたか？そうなんですよ、こっちのカメラだとね、背景をねぼかして撮ることができるんですね。どういう理屈でなるのかは、私カメラ詳しくないのでわかんないんですけども、まあ、ああいう風にね、背景をぼかして撮るっていう撮り方するのに、まあ、大体一眼レフじゃないとダメなのかなって思ってたんですね。ただ調べたところによると、このカメラ、ソニーの RX100 シリーズとか、あとソニーじゃなくてキヤノンですかね、
パワーショット G7 とかああいう系の高級デジカメ、高級コンパクトデジカメクラスだと背景をぼかしたそういう撮り方ができる。で YouTube の動画もね、その機能を使ってやればね、私の動画たまに背景ぼやかして撮ってるんですけど、気づいたか気づかないかわかんないですけど、そういう風な撮り方ができるんで、そういうちょっと凝った撮り方したいっていう願望があったので、そういう要望を叶えるためにこのカメラを買いました。スペックの比較です。WX350 と RX100M2 とあと α7II っていうね一眼レフ比較してみました。正直言って分かんないですね。まあ CMOS がねやっぱり一眼レフの方が大きいからより綺麗に撮れるってことなのかなと思います。ぼかしに関しては焦点距離見てもあんまり分からないですね。スペック表ではね、そういうぼかしで撮れるとかっていうのはちょっと表では見てわからないのかなと思います。で、あとですね、こっちのカメラはね、増設が効かないんですけど、こっちのカメラはね、ここにですね増設端子がついてるんですね。で、ここにフラッシュですとかマイクがさせるんですよ。で、カメラのこの内蔵のマイクに納得がいかない場合はこうマイク増設できるんで、いずれ私はねマイク買ってこれにつけたいと思います。本当にね全然カメラに詳しくなくて、もう思い切って一眼レフを買おうかなと思ったんですよ。まあでも調べていくと一眼レフカメラっていうのはなかなかあの撮影者の技術が必要になってきて、またセットになってるねレンズで撮っても思ったような画像が撮れないらしいです。やっぱレンズを交換して撮るっていうのが前提になってくるカメラらしいです。それに対してこういう高級コンパクトデジカメっていうのはカメラとレンズが一体ですから、大体ね素人が使ってもね思ったような写真が撮れたりとか、そういう背景ぼやかした撮り方ができたりとかするらしいんですよ。まあ一眼レフはねそれよりもっと尖ったね、もっと背景ぼやかしたとか、もっと魚眼で撮りたいとか広角で撮りたいとか、そのパノラマで撮りたいみたいな、そういうようなね撮りたい画像っていうのがある場合はレンズそういうのを狙って買って撮るっていうのがねできるから優れてるらしいんですよ。だから私みたいにね腕もなければ知識もない人はこういうカメラ買った方が幸せになれるっぽいですね。ですんで私は今回コンパクトデジカメの方を買いました。これもね5万6000円ぐらいしたんで安くないですね。でじゃあこれ1台で全部済むのかっていう話なんですけど、この WX350 のやっぱ光学20倍っていうのはね、これだけの倍率を持ってるコンパクトデジカメってなかなかないので、 WX350 とこの RX100M2 はね、ちょっとこの私の場合は両方持って歩くみたいな感じになるんですかね。まあ一眼レフ買ったら両方多分同じようなことができるんですけども、レンズ大きいじゃないですか。それに対してね2台持って持ち歩いたら両方の絵が撮れますよね。まあ全体にフォーカスを大体合わせて撮りたいと思ったらこっちになりますよね。で背景ぼやかしたいですとか鮮やかな映像撮りたいってなったらこっちになります。で動画で言ったらね同じだけですね。解像度も撮れるしフレームレートも撮れるんですよ。 1080p の60フレーム撮れるカメラってなかなかないので、この値段ですね、これ2万5、6000円で買いました。こちら5万6000円で買いました。これぐらいで撮れるっていうんだったらものすごくこれ素晴らしく優れていると思うんですけど、やっぱそのまあ普通の動画撮りたいんだったらこっちね。私の動画今までこれで撮ってましたから、そんなに荒いってこともなんともないと思うんですけど、こっちめちゃくちゃ美しいじゃないですか。さらに M3、M5 とかね、M6 に行くともう変態的に美しい画像が撮れるらしいです、動画でも。まあそういうので高いの買えばそれなりにいいんですけども、まあ初心者にはねこれがいいんじゃないかなと思います。私もずっとこれ使ってましたけど不満ないです。でちょっと背景ぼやかした撮り方をしたかったんで、こっちを追加したみたいな感じになっています。というわけでね、今後はねもしかしたらこう被写体によってねもうちょっとぼやかした撮り方をしてかっこいいね映像も撮れるんじゃないかなと思ってます。
まあね、大手の YouTuber さんよく自分映ってて背景ぼやかしてるんですけど、そういうのはこういうカメラでやってると思われるんで、そういうのにもね、今後ちょっと挑戦したいなと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたなー。